こんにちは、即家族の久保ですこ,こでですね、今回2人の人の例をちょっと紹介しようと思うんですよ。お金持ちになりたいとかね、成功者になりたいと思っている方、ぜひね、耳の穴をかっぽじって聞いていただきたいと思います。まあ、多くの人がいろんな特技とかね、それから過去の経験、お持ちだと思います。素晴らしい人生を過ごしてきたんではないかなと思います。今日紹介する人の例っていうのは、どうなんですかね、客観的に見ると素晴らしくない人の例です。 一人は、なんか知んないけど、卓球ばっかりやってました。ね。卓球ばっかりやっていたんで、勉強はおろそかでした。それこそ、漢字も書けないし、なんか暗算も苦手です。それは、私がその人の姿を見ても思うんですよ。そして、その人自身も、自信を持ってこう言ってました。私は、あなたよりもバカです。誰よりもバカです。私のことを見ている人の中で、一番私がバカです。と。自信を持って言ってました。わ、すごいね。 この自己否定感はと思ったんですけどもでもバカでも金は稼げるんだだよっててことを証明ししくださいましたすごいなぁと思いますよねしかも人を稼がすすすことも得意ですどうしますあなたの勤めている一流企業中堅企業はお金を稼がすことあなたを稼がすことにどのぐらい一生懸命やってくれてますかねどうなんでしょうかねせいぜい月に30万40万稼がすことが精一杯なんじゃないですか でも今回お話した先ほどの例は自分でも月間で100万200万300万と稼ぐし人にもね何千万1億と稼がせるような人ですたまにはねマトリックスアフィレートみたいなこともやっちゃいますけどねまあでもそういう人の例が一人もう一人はね名もなき麻雀店個人商店の親父です40になっちゃいましたパソコンなんてとんでもないインターネット関係ない毎日麻雀 ローン、ポーンやられたーいくらあ二2万負けですこんな人生ですそして麻雀が終わると深夜1時夜食を食べて夜の街に消えてたまに女の子とイチャイチャしてるとそんな人生ねまさにロスジェネ世代でございますまあでもそういう人もねある時「あいけんなこのままじゃ」と思ってインターネットのビジネスそういったものをコツコツとやり始めました 今はです。この2人の例さあ見込みがあったんでしょうか誰かお金持ちや能力のある人が「おこいつ見どころあるなよし自分が責任を持って育てます」っていうふうにチャンスをくれたんでしょうか違います。この2人の人は自らあっちに行ってもダメこっちに行ってもダメそっちに行ってもダメと言われながら2人目の人の例はですね30代で派遣会社に何回も面接に行ったんですけども。 1> 1回もも合格通知をもらうことがありませんでした。30代で派遣会社一社も通ったことがない人間です。ね。それで悔しいんで自分で会社を作って自分の会社に入社したというねそれで正社員だとかって胸を張ってるね負け惜しみ人間でしたねマージャン店のおやじです。で1人目の例はバイトの面接に行ったら違うあの就職面接に行ったら「君はアルバイトですら採用が難しいね」って言われてね 自分の人権をね剥奪されたような気持ちがしたそうですよね。まあでもこんな二人でもね、今楽しく自由にそこそこお金の余裕を持って暮らしてるんですよ。不公平だと思いませんかね。その不公平に挑戦するのが、まあ、ビジネスってもんじゃないですかね。いろんな格差を埋める方法があるとすると、私は一番簡単なのはビジネスで金を稼ぐことだと思うんですよ。なぜか社会ってのはお金を持ってる人にとても優しいんですよ。お金を持ってない人には冷たいんですよ。 でもお金を持ってないこの今の2人の人がどうやってその呪縛から解き放たれたかただビジネスが人生を自由にしてくれただけなんですよね、うん、そして私はね今隠居暮らしをしていますまあ2人目の人間の例は私なんですけども隠居になるまあ毎日の行動といえば、まあ、YouTube をね毎日やっただけなんですけどねはっきり言ってね 自分の体験や知識を YouTube で話しているという日々を繰り返しているといつの間にか今みたいになったということですね。だから知らないことは私喋ってませんからね。知っていることとか、知っているんだけども一部勘違いしてるかなってことも汚なく喋ってるんですよ。そうすると間違えたことを喋ってるとコメント欄でお前は適当なこと言ってんじゃねえよみたいな感じでね、教えてくれる人がいるんですよ。だからあ、これ違うのかみたいな感じで修正が早いんですよね。だから自分の表現をしていると 正しいことは共感を得るし、違ってることは間違いを指摘していただけるし、なんかいいことばっかりですね。いいことばっかり。うん。まあそんな感じで、隠居になる方法でございました。いってらっしゃい。